お待たせいたしました。第一試合、まもなく開始でございます。せーの、プレイボールどうもっす、皆さんはじめまして。23時、新人デビュー初配信の先発投手を務めます、五十嵐りかだよ。これからどうぞよろしくお願いいたします。本日大変緊張しているため、バルボールにご注意ください。もう野球とアニメが大好きと、あのツイッターのプロフィールにも書いてある通り、野球が大好きなんですが、プロ野球が特に好きでして、中でも五十嵐はオリックスバファローズがとっても大好きです。気分転換に動画でも見よう。何これ？ハッキーよーい！残った残った！うわー！残った！うわー！うわー！うわー！これだ！五十嵐もローションでおなごと相撲が取りたーい！皆さんは柔らかいものといえば何を思い浮かべますか？ちょうど向こうから水着の美女が歩いてきますね。ちょっとお話を聞いてみましょう。あなたの思う中で一番柔らかいものといえば何ですか？ What are she now, O Siri Carcilla?今なんておっしゃいます？ O Siri? O Siri? No, O Siri. O Siri. O Siri. Hip hip O Siri. Ya wara kite O Siri. Psycho. Banzai.何を隠そう、この五十嵐りか大のお尻好きなんです。本日はですね、皆さんにお尻の素晴らしさについてレクチャーしようと思います。まずはそっと水をすくい上げるかのごとく、優しく丁寧にお尻の外側から包み込む感じっていうか、なんて言うんですかね、まるで生まれたての赤子を抱くかのごとく軽いタッチで触っていきましょう。そうすればあなたの素敵なお尻ライフきっと始まる。どんなに目の前の方が素敵なお尻をしていたとしても、勝手に無許可で触ってはいけません。ご自身のね、自己責任で許可取ってちゃんと触ってお尻ライフ堪能してください。よろしくお願いいたします。あこんにちは、二次三次所属新人バーチャルライバーの柏水徹です。同期からはね、しーちゃんって呼ばれてます。しーちゃんじゃなくてしーちゃんね。ちなみにね、トールのチャームポイントは目だと思ってる。目、自分で言うのもねあれなんだけど、自分の目めっちゃ好きなんだよねまず好きなゲーム、マイクラとかサバイバル系のゲームとか、あと作業ゲーとかが好きです。 FPS も好きです原神とかポケモンとかも好きで、お酒は柚子酒の水割りとか、ワイン、赤ワインのサングリアが好きです。酔ったら記憶はあんまり飛ぶことはないんだけど、赤くなるからちょっと恥ずかしいよね。私、柏水徹、実はババン、ヤニカスで極度の匂いフェチで首締めが好きなんです。まず最初に愛用してる煙はメンソールです。電子も紙も吸うんだけど、今はねお実家暮らしなので電子がメインです。めちゃめちゃトールはね匂いフェチなんですよ。香水と柔軟剤どっちも好きなんだけど、まあいい匂いだったら何でもいいよね逆に臭いのは嫌いです。みんな清潔にしましょう。首締め、これね小さくね右側に書いてあるんだけど、受け身の方です。大事なことだからねあえて言うんですけれども、トールはド M でも変態でもないからね、勘違いしないでね。トールはねめちゃめちゃ健全な人間だから、ちょっと証明するわ。柏水徹の履歴書です。優秀、優秀です。これ全部マウスで書きました実は今日みんなにね見せたい動画が一個あって、見てくれるかな。
ホラゲ。ホラゲ。まあ、まあ、スーパーニートゲーマーなんでね、まあ、できないものはないでしょう、きっと。きっと。ウェルカムトゥーアンダーグラウンド。はじめましての方ははじめまして。この度、二次三次所属のスーパーカリスマインフルエンサーとしてデビューした石上のぞみと申します。世界征服をしてこの腐った世の中をひっくり返すためにライバーとして活動していくつもりよ。覚悟してなさい。世界征服計画書と書いて世界征服アジェンダを用意してきたから、これにのっとってこれより石上のぞみ世界征服計画の会議を開始する。いわゆる公式から出されてるプロフィールってやつね。なんて分かりやすく簡潔な紹介文なんでしょう。お前の自己紹介文虫食いクイズみたいだなっていうのやめてください。私の名前は石上のぞみと申します。新名はまたの機会にね。年齢は2200歳。あなたたちとは比べ物にならない悠久の時を生きてるってわけ。身長は161センチ。スーパーカリスマインフルエンサーとしてアクセサリーモデルもやってるから、まあ身長は大事よね。お誕生日、神奈月の死者の祭典といえば、勘のいいガキのあなたたちならわかるんじゃないかしら。そう、例の日ね、うん、種族は悪魔と人間のハーフ。出身は魔界。職業はスーパーカリスマインフルエンサー。まあそうね、という設定で SNS をやっています。ね、これ言いたくないんだけど、運営さんに嘘はダメって言われて。いや、悪魔と人間のハーフなんだが、私はそう信じてるんだが、運営さんから修正が来まして。なんで、なんで設定とか言うの、本当なんですけど。これはまあ実はあのカラコンです。年齢これなんかぼかしたいならぼかしていいですよって言われたけど、その代わり自称ってつけろって言われて、別に2200歳だけどね。身長157センチ、ヒール4センチ。ね、これさ、なんで157センチなの。私ヒールの分入れて161センチって言ってもらえると思って聞いてたんだけど、あのプレスリリース見てびっくりしちゃったんだよね。誕生日は10月29日。ね、これめっちゃ惜しくない？あと2日だったんだよな。種族、ま、に人間なんだけど、なんかこれはもうさ見せしめじゃない？もっとさ修正するならしてくれよ。出身は魔界も修正されてるし、これ個人情報だからぼかしてもらえるって聞いてたんだけど、すっごい修正が雑。まあちょっとまあ見なかったことにしてもらって、現代において何が一番個人で力を持てるかっつったらインフルエンサーなんよな。そうだからね、私は SNS とか配信を通して信者を増やして、一人でも悲しむ人間を減らすために、腐った世の中をひっくり返すために活動を始めたってわけ。それでは任務開始します。はじめまして、はじめまして、はじめまして。今日最後のね、初デビュー配信ということで超絶緊張しておりまして、もうどうしようって感じなんですけれど、名前はソフィア・バレンタインと言います。あだ名は同期にはソフィーって呼ばれてます。あとソフィアとかバレンタインとか、もちろんソフちゃんとかでも何でもいいので、いい感じに呼んでくれると嬉しいです。この可愛いちゃんは一体全体何代ということで、名前はコロビットと言います。こっちに来て同期にコロビットの話をしてたら、なんとみんな知らなくて、この世界にはコロビットがいない。いないならば復興しよう、ニューコロビットを爆誕させよう、そして最後は全国制覇だというふうにですね思いまして、今日はファンアートを作ってきました。それからコロビットのことを考えながら曲も作ってきました。なので聴いてください。Thank you.
明日はきっと天気で悪いことなんてないね。タイムカードを押して僕は朝目を開いた。僕らは今日も買ってる。足りないものしかなくて靴を履きながら食うぞ。